こんにちは、エウレカです。今回は A3 ポップアップショップ in 東京キャラクターストリートイベント開催初日に行ってまいりました。レポート動画をお送りさせていただきます。こちらエウレカスタジオではですね、趣味のマクロスに関する動画アップロードしてございます。今回のようにイベントに行ってまいりましたとか、あとグッズ開封しました、あとはプラモデル作りました、そんな感じの動画をですね、こんな雑談混じりでお送りしてございます。まあ、過去動画とかエウレカスタジオチャンネルページに再生リストをまとめてございますので、ぜひともチャンネル登録していただいて、過去動画もご覧になっていただけるとありがたいです。ぜひともよろしくお願いいたします。そうしましたら早速ですね、見てまいりましょうか。公式さんからの画像を拝借させていただきました。はい、ポップアップショップ in 東京キャラクターストリートということで、なんか A3 グラフアートショップっていうのがなんかもともと池袋駅にあるのかな、なんかそれの出張店舗みたいなのをなんか展開して、まあ、ポップアップ、よくマクトマとかでケンさんがおっしゃっておりますね。突然出てきて突然亡くなるみたいな、そんなことおっしゃってらっしゃいますが、まさにそうですね。期間限定で出てくるショップで、こういったグッズを買うこと、キャラクターグッズを買うことができますよ、といったことになってございます。で、このグラフアートってやつ、まあ、要はチビキャラ的な感じなんですけど、ここら辺は好み次第ですね。エウレカさんは結構チビキャラ好きでございます。まあ、それよりもね、等身キャラ、アニメキャラとかの方が好きだっていう方もいらっしゃいます。まあ、そこら辺はまあ、お好みでいいんじゃないのかと思いますが、はい、今回は6月23日から7月の6日まで、だいたいいつもそう、2週間ぐらいのポップアップになってるんですよね。東京駅八重洲北口地下1階東京キャラクターストリート F 階段下ワゴンショップというところで開催されてございます。本日初日行ってまいりましたよ。で、まあ、こんな感じのね、まあ、超ミニキャラのキャワワなね、キャラクターグッズが、まあ、缶バッジになったりして売られてるということでございますよ。ラインナップでございますね。キャンバッジからのアクリルプチスタンド、アクリルキーホルダー、あとはアクリルジオラマクリアファイルみたいな感じで、そんな感じとはね、全く別にこの、ワルキューレさん、闇キューレさんのロゴとかがね、グッズになったりしてることもございますので、あとはね、先ほども言いました、もともとそのグラフアートショップっていうところがありまして、まあ、そこが出しているものなんですね。今回出てきました新作以外、旧作品とかも出て、販売されてたりもしますので、ここに出ているものだけが売られてるわけじゃないんですよ、っていったところも言っておきます。はい。そしてお買い物をいたしますと、税込み2200円ごとにポストカード2種、ランダムで1枚いただけるということですね。まあ、ランダムって言いますけど、これ、今まで購入したところ、時に、同じものが同時に出てくるってことは今まで過去の経験ではございませんでした。例えば4400円購入して、あ、両方ともワルキューレだった、みたいなそういったことはなかったですね。まあ、保証はいたしませんよ。自己責任ということでよろしくお願いいたします。じゃあ、これをね、現場に行ってきました。写真をね、ちょっと見てまいりましょうか。言いました通り、東京駅で開催してございます。ただ、八重洲口、東京キャラクターストリートということで、これ、駅構内から外にね、改札をくぐって外に出なければいけません。一旦外にね、出て購入するようになります。秋葉原とかでね、開催された時は、改札内側とかでね、販売してた時もありますが、まあ、今回はそのキャラクターストリート、この八重洲北口から外へ出ていった、この東京駅一番街。なんか、地下1階っていう風な感じになってございました。はい、こんな感じで、東京キャラクターストリート B1F にまさに行った通りですね、階段降りてすぐ人気のキャラクターが大集合ということで、はい、ワゴンがございました。こちらにございますね。あ、ちょっとごめんなさい、ずれちゃいました。絶対ライブとか書いてあります。ここら辺にね。はい、ポスターも貼られてございます。いや、単純にポスター欲しいなっていう。ポストカードじゃなくてポスターが欲しいなとか思います。ワゴン全体がこんな感じでございます。実はエウレカさんね、今回当日お仕事お休み取ってございません。なんかね、大体このポップアップもそうなんですけど、告知がね、1ヶ月
前ぐらいとかに告知されまして、エウレカさん2ヶ月以上前じゃないとお仕事の休み取れないんですね。本日はメンバーが先行して行ってくださいまして、エウレカさんはちょっとお仕事が偶然にもちょっと早めに終わりましたので途中から参戦してまいりました。いやーでもこのキャラクターワゴンだけでめちゃくちゃ可愛いじゃないですかね。足元の部分にはこんな感じでワルキューレのウェディング、闇キューレウェディングからの、ね、表フレイヤー、闇フレイヤー、あーなんかじゃないですか。もうこのワゴンごと持って帰りたい、そんな気分になりますね。先ほど申し上げておりましたポスターがこんな感じ、いやこのポスターが欲しいわ。もうこれを販売してくれ、お前が欲しい。はい、ということで販売、このイベント開催初日は大体整理券制になってございますね。はい、メンバーが受け取った整理券っていうのが2時からの整理券になってございまして、まあワゴンの外の方で、ずらっと並ばされて、時間になったらはいどうぞみたいな感じで、はい、入らせていただきました。基本的に写真に関しましてはメンバーが撮っておいてくれたものでございます。要はお客さんがまだ入ってない販売前の時間帯に到着して写真だけね、メンバーが撮ってくれたっていうのをちょっとご覧いただいているようになってございます。まあこんな感じでね、なんか普通にジオラマチックなものが展開されていて、いやめちゃくちゃ可愛いじゃねえかということで、はい、みこちゃんアップでございます。可愛いな、超可愛いな。てかフレイヤちっちゃくね、これなんだ、これ遠近法の問題なんなんだろう。妙にフレイヤちゃんがちっちゃく見えますね。みこちゃんめちゃくちゃ可愛いです。このチョココロネがまた可愛い、最高でございますね。で先ほども言いました旧商品も販売がございます。ここにありますのがね、プチアクリルスタンド、これはエーデルシュバンバージョンと、ブラウグルメですね。ブラウグルメのエーデルシュバン、ブラウグルメの違い、エーデルシュバンとブラウグルメのプチアクリルスタンド、旧商品がありました。あとね、そう、これ、何でしたっけ？クリスマスバージョンか、クリスマスネオンサインアートイラストバージョンも、プチアクリルスタンドは販売されてましたね。なんかね、ここいらへん、プチアクリルスタンドが人気があったから再販。されとんのっていうぐらいありましたね。なんででしょうか。むしろエウレカさん的には缶バッジが欲しいなと思ったんですが、そしてこの隣に並んでおりますものが、はい、今回の新商品でございます、アロマキャンドルワルキューレと、後ろに多分あるのが闇キューレだと思われますね。はい、ちょっと拡大で写真撮ったものもありました。グラス型アロマキャンドルワルキューレ1,760円税込み。いいお値段じゃないんでしょうか。ちょっと高みっていう風な感覚はするかもしれません。あと、ここら辺も旧作品でございますね。クリスマスネオンサインアートイラストということで、のレーザー付箋ブック。これちょっとグッズの種類的にどうなのかな。付箋ってそんなに使います？まあ、仕事ではバリバリ使うのかもしれないんですけど、そこにね、こんなキャラクター入ってたらちょっと使えなくなっちゃうでしょ。ね。だったらキャンバッチとかの方が、まあ、そこら辺は好み次第でございます。ここら辺からは新商品のラインナップ、ワルキューレのキャンバッチから、アクリルキーホルダー、アクリルプチスタンドからの、闇キューレのアクリルキーホルダー、缶バッチ、アクリルプチスタンドということで、基本的にね、この A3 ポップアップショップではそのボックスで買うとコンプできるようになっております。まあ、そうじゃなくバラで購入するということもできますので、極論ね、ワルキューレ全部コンプしたいって言えば箱で買えばいいだけなので、意外と、まあ、親切なのかなとかもちょっと思ったりもいたします。はい、こちらの方がですね、アクリルジオラマとクリアファイル。あと、左側の方にはちょっとまだ余ってる、またネオン、クリスマスネオンアートのグッズがあります。そして、闇キューレバージョンのアクリル、ジオラマとクリアファイル。ここちょっと注意点なんですが、クリアファイルですね。これ、勘違いしていたのが、ワルキューレバージョン、闇キューレバージョンあるのかと思いましたがですね、これ、表裏一体でございます。表裏全く同じものでございます。購入制限がございます。ブラインド商品に関しましては10点。ボックスはボックス2つまでというのが制限になっておりまして、アロマキャンドルは各種類、1点。
違う、あ、そう、グラス型アロマキャンドルは各種類1点まで、そしてそれ以外の、まあ、このクリアファイルとか2点までということだったので、ゆるかさんね、あ、ちょっと、クリアファイル欲しいなと思って、あの、両方つまんで、だから合計4枚か。合計4枚ちょっと つまんで並んだところですね。お一人様、これ、あの、表裏で、同じことで2点までなんで、よろしいですか？ああ、大丈夫です。ということで。このクリアファイルに関しましては、表裏一体になってございますので、お気をつけください。まあでも、極論言ってしまえばですよ、この440円で全てのキャラクターを手に入れることができますので、いやー、クリアファイル、優秀じゃないですか。たったの440円税込みでございますからね。といった感じで、現地の写真は以上になります。では、買ってきました。商品ですね。見てまいりました。あ、これ、旧商品になります。ここら辺で、昔にありました、このシュトラール系のワルキューレ。そして、これがエーデルシュバンか。エーデルシュバンとね、それだけじゃなく、なんだっけな、貴族衣装バージョンとかもあったんですよ。この時はエウレカさん行けなかったので、あと、この、何でしたっけ、ブラウブルームか。ブラウブルームの時も行けなかったので、あと、このネオンサインの時は失切れで買えなくて、まあいろいろありましたけど、まあなんか、ふわっと見てみて思ったんですけど、ワルキューレのね、そう、シュトラール、エーデルシュバン、ブラウブルーメ、貴族衣装みたいな感じで、なんか集めていく。でも、この、例えば、缶バッチシリーズでね、攻めていくっていうのも、なんか一つ良かったんじゃないのかな、とか思いました。あと、毎回いただけるね、購入したらもらえる、このポストカードってやつも、もう、まあ、いろいろ投稿ございますが、マクロスプラスとかね、マクロスゼロ、マクロスセブン、マクロスセブンとかね、いや、こっちが、プラスか。うん。まあ、そんな感じで、いろいろポストカードもございますよ、と。では、今回購入分を開けてまいりましょうかね。よいしょっと、失礼、失礼、失礼。はい、今回購入分、まずはこちらからやっていきま、見てまいりましょうか。はい。アロマキャンドル、間違えた。キャンドル型違う。グラファートイラスト、グラス型アロマキャンドル。あー、なんかもう世間臭がしてる。一応ね、香りの名前がね、なんか書いてあったような気がするんで、あれ、どっかに書いてあったはずだな。ですね、香りの種類が、どっかだっけな、ちょっと待ってくださいね、失礼して、こうに書いてあったはず。ワルキューレの方が、フルーティフローラルの香り、開けてましょうかね。まあ、正直ね、今回、エブレカさんこれが一番欲しかったんですけど、まあ、単純にね、こう、動画撮影してる時に、このアロマキャンドル突っ立てておくだけで、なんか、ビジュアル的にいいのかなとか思ったんですけど、目立たないですね。こう、パッと自分で見てみると、いい感じでございます。ていうかね、これ、アロマキャンドルである必要がない気がするんですよ。何？ショットグラス？ショットグラスでよかったと思います。単純に。だからもうこのローの部分使い切って別に、ね、燃やす必要もないですよ。これほじく、まあ、まあ、そこでお任せいたしますが、単なるショットグラスとしても、このワルキューレ、ロゴグラス、いや、結構いいんじゃないですかね。どうでしょうか？ここら辺にウイスキーでも注いで、ピッみたいな。焼酎。焼酎だとちょっとあれかな。はい。ショットグラス、いかがでしょうか。さあ、闇キューレさんの方もせっかくですから、開けてまいりましょうね。よいしょと。トイトイ。出てきません。はい、出てまいりました。あ、闇キューレさんの方がちょっとわかりやすいかもしれないですね。こういう風に置いたとき。まあ、内側が黒いからっていう、ただそれだけなんですけど。いやー、ショットグラスみたいな感じでいいんじゃないでしょうか。はい、闇キューレイのロゴが入ってございますね。うん、石鹸臭がいたします。はい、じゃあ次、開けてまいりましょうか。先ほども言いましたクリアファイルでございます。表裏表裏一体でございます。全く同じもので手品やってるわけじゃございません。いいじゃないですか。もうこれだけでね、すべてのキャラクター揃ってしまいますよ。あとは、はい、キャンバッチでございます。これ実はね、メンバーさんが買ったものになります。動画撮影のために開けてもいいということだったので開けてまいりますね。そう、セロテープを丁寧にまたこのピンセットで剥がしてまいりますよ。箱を傷つ…あ、ダメだ。いきなり破れましたね。いき
なに破れました。シール剥がしは本当丁寧にね、丁寧にやらないと、剥がれちゃいましたね。あ、思い出した。そうだ。これね、セロテープ貼った上に、これ前の動画でもやりましたね。そう、セロテープ貼った上にこれをベタって貼ってるから、これセロテープ剥がすと、このシールが剥がれることになるんですよ。失敗したら忘れてた。申し訳ございません。木村さん。ちょっと適当に上げときます。こんな感じ。まあいいでしょう、いいでしょうと勝手に言っておりますが、まずは闇幽霊の方から開けてまいります。このね、まあブラインド、まあ、フルコンプできる状態なのでね、結構スカ、中は箱の中スカスカでございます。全部開けてまいりますよ。もう OK をいただいておりますのでね。ほい、まずは一発目、巻き闇巻き巻きから。いや、かわいいですね。なんで傷ついてんだろう、おでこ。ほい、闇巻き巻きからの、はい、レックス。いや、そしたらこれ、レイレイでいいんじゃない？なんかそういう順番でいいような気がします。どうなんでしょうか？皆さんの今後のね、参考になるかもしれません。どうでしょうか？あれ？闇かなめさんでございました。めっちゃ頭の上、花乗っかってますね。まあ一応ウェディングだから、ジューンブライドだから、なんかそういう風な感じなのかもしれませんが、いや、わかった。じゃあこれはね、むしろ闇フレイヤーですね。闇フレイヤーちゃんが来ます。どうでしょうか。いや、はじれ闇レイナさん。闇で言うとレイナさんが一番いいかもしれないかな。いや、闇巻き巻きも結構好きなんだけどな。うーん、ちょっと闇はこの2人結構好きでございます。はい、次行きましょうか。で、これは闇雲ちゃんですね。闇雲ちゃんでいいと思います。ほい、行きます。ほい、あれさっきから外れまくっております。闇ブレイヤーちゃんですね。なんつうんですかね、このオッドアイっていうんですか、これがちょっとエブルガさん、ちょっと苦手で、なんかね、見てるこっちが辛くなるっていうのかな、なんか変な気持ち悪くなるって言ったらちょっと言い過ぎですけど、なんか変な気分になります。よーし、じゃあこれは、今度こそ闇雲ちゃんが出てきますね。はい、ということで闇雲ちゃんでございました。はーい、一応全員分これで揃いました。と、いや、そりゃそうですよ、それはそうですよ、コンプリートセットになってるわけですからね。じゃあワルキューレの方も開けてまいりましょうか。セロテープをですね、いや、これマジで剥がせないってもう分かってることだからいいんですけど、まあ一応ね、一応頑張って丁寧に剥がしていくわけなんですよ。そいそいそい、なるべくなるたけ、あー、ね、厳しいな、こんな、なるたけ丁寧に、よいしょと、よいしょと、ダメだ、全然ダメですね。この表面の部分が、まあ、一応ツルツル素材にはなっているんですけど、うん、これ全然ダメです、ね、これは丁寧に剥がせないタイプのものですね。前もそうだった気がする、うん、昔からそうだったと思います。ふい、なんかよくわかんないけど、さっきから喋っておりますが、ちょっと箱邪魔だな。はい、ワルキューレバージョンも開けてまいりますか。ほい、こんな感じで5つしか入っておりませんで、スッカスッカでございます。よっと、ね、ちょっと待った、さっきと順番一緒か。そしたらこれ巻き巻きから始まるはずじゃないですか。どうでしょうか、巻き巻きか闇雲ちゃんのどちらかでいきましょう。はい、せーの、どう、ちげえフレイヤちゃんでした。全く読みが当たらない。いや、でもこれ完全ランダムっていうことか、そういうことかな。ちょっと出てきた順に、一応これ出てきた順にね、こう並んでるわけなんですよね。今度はこっちの場ワルキューレバージョンの方が出てきた順じゃなく、もうこっちに合わせて並べていきましょうかね。どうしてだ、どうしてだこれ。でも順番としてあり得るのは、次闇雲ちゃんであることを願う。せーの、どう、あ、闇雲ちゃんだ、あー、たたたたた、よし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 、お、読み切った。エウルカさん読み切りましたよ。はい。ミクモ、ヤミクモじゃない、ミクモちゃんね。ミクモちゃんが来ました。よし。
じゃあ次当てましょう。そしたらこう来たから次ここに戻るわけですよ。次巻き巻きが来ます。よーし、完璧です。エウレカさんの読みは完璧でございます。もうね、これボックスでもう5人キャラクターが入ってるっても分かってるわけですから、もう順番必ず決まってるわけなんですよ。せーの、巻き巻きが来ます。ちげえ、あれキャナメさん、なんでちょっとこっちの闇宮殿の方がエウレカさんなんか間違えた順番の出し方したのかな、キャナメさん。でもそしたら次ここかな。はい、レイレイが来ます。これはレイレイですね。唯一当たったのこのみぐもちゃんだけだと思う。なんでなんでだろうな。まあ何が出るかって分かってても楽しいもんでございますね。あー、レイレイでございます。あー、たよーし。ワルキューレの方はそうですね、フレイヤー、みぐもちゃん、かなめさん、レイレイ、まあ、最後巻き巻きが来るっていうのがなんかある程度こう順番がね、決まっているような気もします。じゃあ巻き巻きが来ますよ。巻き巻きが来る、えい、ありがとうございます。よーしよしよしよし、まあ、いや、全部揃うのはもちろん分かってたことなんでございますけどね。はい、お見事でございます。まあ、こんな感じで一応缶バッジ1個550円でございます。ボックスで買って値上がりがするわけじゃないんですね。2750円か、そのまま2750円。だいたいね、そのブラインド商品、まあでもそっか、選べるわけでもないけど500円、ブラインドで300円とか400円、ブラインドでも500円の場合とかもありますからね。いやでもいいんじゃないんでしょうか。はい、ワルキューレというような感じでセットでね、揃えることができますのでね。はい。はい、先ほども言いましたが、イベント期間の方が約2週間続いてございますのでね、7月の6日、木曜日まで開催されてございますので、言いました通りね、旧作品も販売されてございます。皆さんお時間あるときに東京駅ちょっとフラッと足を運んでみてみてはいかがでしょうか。あとはネット通販とかされる場合とかもありますのでね、まあ、常にツイッターの方とかチェックされておくといいのかなとか思います。そうしましたら今回はこれにて終了でございます。冒頭でも申し上げましたが、まあ、こんな感じでいろいろイベント行ってグッズ買ってきましたとか、そんな感じの動画アップロードしてございますのでね、ぜひともエウレカスタジオチャンネルページ、ご覧になって過去動画もよろしくお願いいたします。そうしましたら今回はこれで終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。あと、そう、忘れてました。すっかりですね。まあ、こういった缶バッジですね、取っておくのに、まあもちろんね、自分の気に入ったキャラクターとかを、バッグとかにつけておくとか、そういったところももちろん、それはそれでいいと思うんですけど、なんかうまく保管しておきたいなっていう方にはですね、100円ショップで売られております。こういったものをおすすめしますね。レギュラーサイズ用クリアポケットっていうふうな感じで、まあ、エウレカさん、行きつけってわけではないんですけど、ダイソーが身近にございます。ダイソーさんでよく買います。これがね、なんか、トレーディングサイズ用っていう風なものでございまして、それ以外にも、例えばこのクリアポケット A6 サイズ、こちらの方は B7 サイズみたいな感じで販売されてたりします。あとはね、それだけではなく、ほら、最近メルカリとかが、まあなんか、普通にあるじゃないですか。なので、ギフトラッピングコーナーとか極論メルカリコーナーみたいなのがあったりします。そこに売られてるのがね、また微妙にサイズが違うものとか売られてるんですね。同じ100円なんですけど似たようなサイズ、例えばこの A6 サイズのものなんですが、これは28枚入りで100円なんですよ。でそれよりね、ほぼほぼ、まあ、若干が小さいんですけど、若干サイズは小さいんですけど、ほぼほぼ同じぐらいのサイズで50枚入りで100円っていうものもあります。横幅が9センチ、こちらは、10.8センチ、108ミリですね。こっちは要は90ミリって感じか。そう、ほぼほぼ同じなんですけど、まあ、なんかこっちの方が安かったりとか、そういったものありますのでね、まあ、こういった、自分が購入されるグッズに、まあ、最適のサイズっていうのを100円ショップで見つけてこられて、入れておくっていうのも一つ、このオタクグッズをね、
大事に取っておくための一つの、まあ、手でございますので、まあ、よろしければご覧ください。例えばこの缶バッジに関しましては、これ横幅 75mm、 7.5 センチっていう風に書かれておりますね。これなんかがね、結構ちょうどいいです。例えば、はい、こちら商品名がちょうど裏面に書かれているんですね。ブラインドバ、ジューンブライド、グラフ、まあなんかいろいろこう商品名が書かれてますね。商品名が書かれている部分を裏側に入るようにします。ちょっとね、これね、サイズ大きめすぎるとあまりよろしくないです。なんでかっていうとね、こういう風に入れた後に元々のこのボックスにこう戻すことができるんですけど、これがね、外のビニールが大きすぎると入らなくなっちゃいますので、なるべくこの缶バッジのサイズに合わせたものを選ばれた方がいいんじゃないのかなとか思います。で、これで封をしておくことによって、はい、これで闇雲ちゃんが綺麗にすっぽり入っていくわけですね。まあ、こんな感じで保管しておくのもよろしいかと思います。